清野恵子のビタミン D 作ってる皆さんこんにちは。本日も玉プラザからお届けしています。この番組はキッズダンス会から加藤清恵、チアダンス会から佐藤恵子。この2人による指導者として、母としての目線からいろいろな経験を活かし、番組をお聴きの皆様に楽しんでいただきながら、日常を素敵に変えるヒントをお届けしたいトーク番組です。ぜひとも最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。 この番組は、八十四点一メガヘルツ。FM サルースで生放送中。YouTube でも同時生配信中です。FM サルースのホームページ、トップ画面のところにも表示されておりますので、ぜひそちらもアクセスしてみてください。また、FM サルースは、スマホアプリの FM プラプラでもお聞きいただけます。この番組も、もちろん、生配信中。ぜひ、アプリもインストールしてください。してる。 さらに JCBA サイマルラジオでもエフェルムサルスをお聞きいただけるようになっていますインターネット系でもぜひお聞きください提供は株式会社 DAP 株式会社チアフォーセンタープライズアベナンスプロモーションスタジオワンオーワンの提供でお送りいたしますはいさあ今日も元気にお送りさせていただきます、うん 先月は私一人でスタジオからお送りしました初めての中継でけいちゃんがいる合宿先につないでの放送けいちゃんがいるって思いながらすごいね暑かったんだ合宿先今日も暑いよねこれ9月でしょうねちょっとびっくりしちゃうんかいつまでたっても暑くて嫌じゃないけど嫌だっていう。 でもさ今週末からら涼ししくななるんんだだそういよ急にでもさ私ちょっと思ったんだけど運転しててこれすっごい暑いじゃないでもきっと来週ぐらいからすっと涼しくなってくると途端に「あじゃあ半袖から長袖長袖からちょっと軽く上着を着て」とかって変わってくるじゃないそうすると多分あっという間にダウンの出番だなってそれもなんかちょっと冬も楽しいかなと確かに。 カフェラテ飲んでねとかさ何か袖のさパーカー着るの着るとんかあもうこの季節が来たなって思うよねでもあっという間だよきっとねでもさ去年一昨年ぐらいからすごい分厚いダウンを着なくなったなって思ったカナダグースとかさんかすごいもん何とかとかさ冬もそっかそんなに寒くなくなってきたかあとね極暖とかウルトラ それがものすごい活躍しててそうね要するにインナーに機能性の高いものが出てきたから下にいっぱい着てね上にはファッションができるようになってきたあてすごいよね本当にもうんかでも別に今日そんな話をしようと全く打ち合わせしなかったああのけど合宿からね先月はすごい状況をねちょっと今お伝えするとあこう。 サブドーさっきあの中継の時「70人のギャルと言います」とか言って「ウェー!」って声聞こえたと思うんだけどもうね本当に暑い冷房もないとこだったのでもう私がその何そのブーってこう「性表記」っていうのは何てうの 風機冷風機 <laughs> 出るところの上にあの私が iPad を置き携帯をつなぎみんなはそこの前に体育座りをして<う>私のやつをスピーカーに流して、うん、みんながこうふわって聞いてた状況でしたね、うん、聞いてた聞いてたじゃあちょっとつかの間の休憩時間だったってことねそね<う>一通りまり練習終わって、うん、じゃあここでちょっとブレイク入れようねってうまく合わせてたんだけどうん、うん、そうだからみんなもね興味津々で体育座りしながら「先生は何を喋ってんだろう?」っていう感じで。<laughs> 聞いてたよ、みんな。ね、みんなもぜひね、この会場に来てほしかったけど。ね、なんかでも、千代の子一人来てたんでしょあ、ね、そうなの。誰だった。この辺の学校の子なのかな。そうだったかもしれない。そんな初めて中継をね、船越さんのご協力もいただきまして、ありがとうございました。本当にやりきる方ですね。また、ああいうのもね、いいなと思いますが。はい。 さそれで私今日あの話そうかなと思ったのはあの私のインスタグラムにあのなんだっけメッセージメッセージを送って D M そう D M がよく来るんですけどその D M がよく来るそうよく来るやつ来たことない本当あのねあの息子さんイケメンですねとかそうどうしたらそんなあのイケメンに育つんですかとか DNA だと思うんですけどイケメンなのは多分、ままあ、DNA かなと思うんですけど、うん、イケメンだし何<も>かすごい運動神経っていうかさ、うん、そういうフィジカルも素晴らしいじゃない清い、うん、がもともと運動神経いいからね。 昔はね、お猿さんみたいだったんですけど、それも D N A だよね。えそうかな。いい D N A。そうかもしれない。そうでも私はもうちっちゃい時からケイちゃんも知ってるけどそんなに可愛いとかボイッシュあそう。私のイメージは。ボイッシュっていい言い方だね。ボイッシュボイシュ。そうで今今はあのもすごい頑張って。 あの可いい笑い方とか可愛い,い髪型とかそういうのをねすごい研究者の,あ,そうなのあのね全然あの今もそんながん<ー>、ね、頑張れてないんだけどちっちゃい時は本当に可愛くなくてあのお親からも兄弟からもブスブスって言われて育ってたから。そうなんだ 本当に自己肯定感も低いし今は高くなったけどね高めてね自分でだからやっぱり本当に自分にも自信がなかったから私は合わせる清涼合わせる人みんな綺麗な人って言ってるよ。ね途中からだと思う整形とかしたからそうそれでねだからそういうのをそうういのがあったからかもしれないけどとにかく子供たちはちっちゃい時からとにかく褒めて褒めて自分がやっぱりこういろいろ。 否定された育った経験をもとに否定せずに肯定すると。そう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 素晴らしいね。否定もね、大切だけど、まあ可愛くなかったし、で、で、で、まあ誰でもさ、自分の息子とかは可愛いって思う。もうそれと同じで、もう可愛い可愛い可愛いし、顔もかっこいいって。あ、でそうだからいいじゃん。そうまあなたまたまね、まあちょっとかっこいいあの職業イケメンなんで彼らのね、そうなんですけど、でそれをあのね過剰に言ってたんですよ。あの 言うのかすごくイケメンでも、うん、がしかし、うん、こうイケメンだけど性格悪いよねとか、うん、イケメンだけど食べ方汚いよねとか、うん、イケメンだけど頭悪いかねとか字汚いねとかって言われちゃうから、うんうん、あなたたちはすごくイケメンだしすごくかっこいいしすごくかわいいけども。 そういうところ頑張らないと、イケメンだ、がゆえに言われちゃうから。うん、ね、うん、そこをちょっと頑張っていかないと、うん、あの、イケメンなのに残念だねって言われちゃわないようにしようよ。っていうことは、常日頃。いね、はい、言ってました。うん、それと、あとはダンスとかも、まあ、今ダンスやってるんですけど、ダンスやってる、やるとは思わなかったけど。だから、全然上手じゃなかったけど。 すごく上手ってもう幼稚園とかの発表でも一番上手だったし一番可愛かったし一番輝いてたダンスの先生が言うんだから間違いないよでもさ一番輝いた双子でしょ、うん、同学年で双子で両方に一番ってう <laughs> 言うのクラスが違うから <laughs> 一番こっちのクラスで一番。<laughs> でそれで言っててすごいだから自信満々に育ったんだと思うんだよね。<ー>そうだかからたまになんかねあの 癖のあること言うときはあるけど、でもすごいあの自己肯定感高くは相当あったかな今時代的にさあ自己肯定感を高めようっていう感じだもんね。時代的にね。昔はさあもっと謙遜しなさいよ謙虚にみたいなね日本人特有のこうねなんぞこう仕様らしくっていうそういう感じじゃないのよね今はね。欧米は昔はから欧米って俺はもうナンバーワンだぜっていう感じの 私たちの時代からするともう何、うん、であんな欧米人って自信満々なんだろうっていうのが今の日本の若い子たちにももう何何 SMAP の歌じゃないけどもうオンリーワン、うん、ベストワンじゃなくていいからオンリーワンになりなさいっていうことが、うん、まあ世の中的にもすごくこう,うん、うん、いいよいいことだよねと、うん、謙虚ばっかりがベストではないまあ謙虚ってすごい大事なことだけど。<laughs> 人にも人を気を落としてけん人を気を落としてんじゃなくてねうん、うん、自分は謙虚だけどでも自分の中では自分のことをちゃんと認めてあげようねっていう感じだよねそうそれを昔から言ってるわけだねそうなの素晴らしいねなんね、うん、な別にそういうなんか。 何か何かすごいことを学んでとかじゃないんだけど言うの無料だから言うのは無料プライスはゼロなんですね。だからでも今今ねの本当レオとかはねよく言うんだけどなんかもう俺のことはどんどん褒めろって最近褒めが足りないだから俺を絶対にそれに俺をなんていうの俺をもう本当にあの 俺に出しするなっていうあそうなんだでも俺はもっともっとなんていうのかなこう持ち上げろってそうすると自分がすごいあの自分がもうすごくやっぱり自信ももあそういう職業だからねそういう職業だからね私だったらどうかな張り倒しちゃうんだけどさもっと褒めてもっと褒めてっていう根拠のあることを言えって言っちゃうかもねまあなくても でもさレオもまあも頑張ってるからそれはいいじゃないねあもう出来上がった大人だからねなので皆さんレオとマおに会ったらどんどん褒めてくださいべて褒められるでしょ私この前 D リーグ何ヶ月か前行った時に会場にレオがいると思ってカメラで抜かれてて「キャーって言われてたよレオ。来てるんだレオと思ってランニング来てたねそうもうール前い来来てたけどねまあいろいろね活躍して。 活躍しちょっと親としては心配なきゃきゃ言われると全然心配じゃないんかそういうの嬉しいジャニーズジュニア時代はそんなじゃなかったでしょだって別にそんなに活躍してないしあんなにフィーチャーされないしねうんそうそうそうマオもねいろいろねこの前はねんかんかいろいろやってましたなのでちょっとそこはインスタグラム私のちょっとフォローして見ていただけたらなと思いますなかなかいいね2人ともいいメンズたちをね持ちますねボーイズというよりもメンズはねそうです メンズツインいいねねまあ褒めるといえば最近はねうちのの母ことも褒めてますもうねえらいね今度90だからいろんなことがちょっとね分かんなくなってきてるお年頃になってるんですけどもうとにかくでも嬉しいいじゃなお母さんすごいえすごいじゃんってよく言ってます何かか分かんないけどであとまあね愚痴もねいっぱい昔のことを あの思い出して「こうだったああだった」って言うんだけど今までは「もうその文句ばっかり言わないの」とか「悪口言っちゃだめだよ」って言ってたんだけどもうそれもあのね「もう大変だったね」って「ああおばあちゃんもねきつかったしね」とか言って「よく頑張ったよもう本当にお母さん本当にすごい」とか、うんうん、じゃあさあ例えばだけどまあもちろん自分のママだしね息子だしだけど。 人を例えばすごい褒める時の心持ちっていうのは、うん、まあちょっとここは褒めてあげようっていうような気持ちなのか、うん、なんかこう心から思うのか、うん、<laughs> そこってどうなのう半々かなえそれに対してさ気負いははスストレスは感じないわけてるときあのお母さんを褒める時はすごくストレスを感じるんだけど。<laughs> でもそれも親孝行かなと思っで、だってやっぱ思ってないもんいやっぱり悪口とかも言うのうんざり、うん 聞くのうんざりするし、思ってない。でも、聞いてないでね、お母さん、放送聞いてない、聞いてない。でも、褒めると、お母さんが幸せになるまあそれはそうだよ。そう、だから、それが自分の幸せにもつながる。褒められて、嫌な気持ちする人はいない。よね。だって、そこでさ、怒ったら、お母さんしょんぼりするじゃん。そうだよね。だから、褒めて。じゃ、私も、来月の放送までは、褒める月間が。ああ、そうして、そうして、だって、けいちゃん褒めるの、うまいし。私、指導はね、基本褒めで。すごい褒めるよね。そう、私、でもね、褒める時。 の自分の鉄則というかルールはお世辞では言わないって決めてるのだから本当にいいところを見つけて本気で褒めるから多分ちゃんと伝わるからすごい喜んでくれるから本当に褒めるときしか褒めないでもよく褒めてるよ褒めてるけど 褒めれてるときはこうゴマスろうとしてやってるんじゃないっていうのはみんな生徒分かってるからだから褒められたとき本当に嬉しいみたい嬉しい私本気のときしか褒めないからでもよく褒めてる。うんうん。がみんなはそれに答えようと思って見て見て。結構先生は今今褒めっていう感じでやってるかもよ。ね。も可愛いもう本当可愛いよね。尊敬しちゃう。でもけいちゃんもねよくね褒められたよあのママとあのパパにあのねそう結構はな。 目玉焼きは硬いやつなんだって褒めてるのかよ。ケイコはな今起きてくるからなって褒めたよ。意味わかんない。もうケが起きてくるまでにきおいま何か卵焼きでも食べるって褒めてたよ。今によく言ったからね。ダイニングでね。ケイコが頑張ってるんだって褒めたよ。どうなよくはないけどね。まあでも褒めましょう。褒め褒め褒めだね。確かに褒める月間にしてみようかやっぱね褒めるとね自分も気持ちよくなる。 あ,あやっぱそうなんだ。うん、そうだからさっき言ってたみたいにけいちゃんが、うん、あの無理してお世辞でとか、あの全然思ってないのに褒めるのはやっぱ苦しいじゃん。うん、伝わるでしょ。うん、相手に。絶対バレてんな顔引きつっちゃうじゃん。<laughs> そうだよね。うん、そうなんだよ。いやでもなんかまあ褒める。 だから褒め私がだから褒めるというのは要は人のいいところを見ようっていうふうに私の中での多分普通にそれがルーティンとしてなってるから嫌味じゃなく褒めれるってか本当に思ってるから褒めれるんだけどそれをレッスンだけじゃなくて普段もねそうだといいなっていうところ課ちょっと課題かなと。ってみますいねて言えばさ私そういえばさトルコに行ってきたじゃんこの9月の1日から10日まで。 あのトルコってどこかわかる、うん、遠いところそう遠いねそう、まあ、ヨーロッパの端、うん、ねもうちょっとでこう中東な感じのところだけど、うん、すごくこう私は気球を乗りたくて行ってきたの今回、うんねうん、カッパドキアって<た>すっごいでしょもう<た>この世のも,ものと思えないような、うん、この地球ではないような空間に、うんうん、150基ぐらいの気球が、うん、世界ね トップレベルな場所らしいんだけどもうね映像というか空気感というか、うん、もうこの世のものと思えない、うん、死ぬ前にぜひ皆さん行ってトルコカッパドキアの気球100%乗れないんだってしかもあの風がなくてもダメ、うん、強すぎてもダメ雨とかでもダメとかでやっぱトルコの,その国営航空がフライト OK かどうか、うん、毎朝ゴー出すみたいで。 そう,なんだそうそう80%ぐらいになって夏のいいトップシーズンでへ<ー>そうだから冬とかもちろんちょっともうちょっと飛べない確率が、ねうん、上がっちゃうんだけど、うん、ですごいそんなとこに行ってきて、うん、ただねその 今回トルコ始めたからツアーでもまあトルコ10日間なんてツアーだからまあ比較的まあ時間にもお金にもお余裕があるようなまあリタイアされたようなご夫婦とかがいっぱいいてまあそれなりに皆さん社会的地位があったような方たちもたくさんいてまあ優雅なというかねすごくみんないい感じの人たちと1 0日間近く一緒だったんだけどなんかねすごいあの歴史 を学ぶ10日間みたたいな感じだったあのガイドの人があの考古学の研究をしている大学で出たような人たちが、うん、人がねついてて現地の人なんだけど日本語すごく上手であのちょっと ななぜならばとかちょっと面白ないあの <laughs> 皆さんあとはちょっとズボ語尾が違ったりね <laughs> するんだけどそれもちょっとかわいい感じでそうなんかねこう「あやソフィア」がここでなんとか「皆さん」みたいなちょ,っと<ー>ちょっと面白かったんだけど、うん、すごいでも本当によく歴史を知っていてオスマントルコ時代要はローマね皇帝がそのローマができる前だからすごいなっていろんなことの キリスト教とやっぱりイスラム教とそことのこう変わりとかだったりとかそういうのもすごく勉強になった、うん、何気に勉強してきた10日間でしたっていう感じでした。たでもささっっきて なんていいううの何何人人ぐらでそねバスケットねお母さんと一緒の絵だとさ3人ぐらいでしょそれねパイロット乗ってないやんってなるだけどパイロットが大体バスケット私がケアンズでもっても今回のもそうだけどまあ長方形のお弁当箱みたいなバスケットの中に人が立ってこれぐらい100どれぐらい3 0ンチぐらいの高さのとこなのかな。で 今聞いた時きで怖くなった。そう全然楽しかった。で中央にまあパイロットの人が乗ってガスボンベが乗ってバー,バーって、うん、飛ぶんだけどね。うんうん、で両方に十何人ずつ乗る。結構大きいんだよ。うん、そうでもなんかすごいそのそれが上がるぐらいの、うん、でっかい気球なわけ。うんうん、えな,なんで飛ぶんだろう。なんで飛ぶんだろう。いやだからあ空気温めたそれで上がるわけよ。うん、すごいね。で今回は上ね。<laughs> メーもうんかそのよく上に高すぎちゃってだからフライト飛んでる国内線飛んでるような感覚だってここでしょだからこれ携帯落としたらどうなんだろうと思いながらでも綺麗だろうなって思うけどから見て早朝朝日とともに行く感じで素晴らしい。 旅でしたねえなんかこう見てる皆さんもおすすめの場所とかあったら教えてほしいよね私今回は本当にトルコは初挑戦だったけどおすすめされてもなかなか行けないけど行こうよいや実は私トルコって今人気らしいんだけど私全然選択しなかったもうちの旦那が見つけてくるまであそうなんだえけいちゃん初かと思ったいやいや私気球乗りたい人だから気球はどうって言われてへー 急はあの遠慮しますっていうちょっとでもエジプトとかさアフリカとか行ってみたいけど行ってみたい衛生面が微妙らしいよあでも大丈夫私あのあそっかそっかセブとかいろいろ行ってきたもんねそうだよね私水回りが汚いとダメなんだよなってシャワーの圧が弱いとかよくありありこうここうういう感じでシャワーすくってえ 大丈夫。皆さん大丈夫。私ね水回り吸い殻弱いとことか、もうトイレが汚いとことかちょっとダメなんだよね。残念です。でも旅はそんなこと言ってられないよね。はい。そうと思います。ねでもまあそんななんか夏はどこ行った？夏？夏どこ行ったかな？夏は京都に行って安定の京都だね。あでもさ。 来月の放送はちょっと私一人なんですよ。なぜかというと、キオイがねカナダにカナダに行ってきます。ちょっともうメープルシロップ買ってきて。うんメープルクッキーかベタベタやな。えでもなんかカナダっていいよね。カナダどこ行くの？カナダは私も本当選択肢がなくてたまたま行くことになったんだけど、えとバンクーバーにバンクーバーいいね。その前にカルガリーに行くの。でもカナダ結構寒いんじゃない？ でも、そんな寒くないって言ってたよ。本<当>うん。十月でしょ<て>いいとこ、結構寒いな気がするけど。私も全然カナダは知らなかったんだけど。いろいろ調べたら、ナイハラからの滝は結構遠くて。ナイハラの滝は行ったことある。あ、そうなんだ。あ、うっっあ <laughs> そうなんだ。そうなんだ。そう、でも、なんか。<laughs> まあ行ってきますよ。うん、いいな。またちょっと来月はちょっと私一人の放送なので、ね皆さんぜひ何を開けたらいいか、何を話したらいいか。だから中継はできないの。ねえどうな、s k y p でできるんじゃないかなとは思うんですけど、時間がねちょうど真逆だからね。うん。真逆そうだね。早朝とかそうだね。繋げられたら面白いけど。この時間だったそういう夜中だね。まあ寝てますね。うん。まあでも海外行って、私思うんだけど。 元気に歩けて、美味しいもの美味しいって食べれて、なんか一つ見たらわあ、綺麗とかって。こう言えるような元気なうちに、海外行った方がいいと思う。そうね。ぜひ、ね、聞いてらっしゃる皆さんも、頑張って、分けるうちに、海外に行きましょう。ね。海外だけじゃなくても、日本の綺麗なところも含めてね。そうなんです。旅は、心をリフレッシュさせてくれるから。ね。でも、あの、グーグルマップで旅するのも楽しいよ。あれ、楽しいよ。楽しいよ。楽しい。昨日してた。 これどうなってんだろうググーールアースね,ーとか,ね、うん、だからもう本当にこの角を曲がってみようとかそ,うあそれこそ「あじゃあ今日私カッパドキアに行ってみようかな」ね。行ってみて行ってみててててみみすごいよでもあれさ本当ににここんなところに人入って、うん

ちょっと旅行またカナダのお話はまあ再来月たくさん聞かせていただきたいと思います。ぜひね皆さんも子育て今日ちょっとお話ししましたけど何かそういうことがあったらね是非メッセージを寄せいただけたらなと思います。

その来ていただきたいと思います。まあ、はい、この放送アイカーブなどのね、情報、きよいのインスタグラムでも、うん、私のインスタとかでも載せています。のでぜひね、フォローもお願いしたいと思います。はい、まあ、そして、あの、今言いましたけど、子育ての悩みとかもいただきたいですし。来月ぐらいから、少しずつ大会の情報もリリースしていきたいなと思っています。はいはい まああの残り少ない私たちの会になりますけどね。ぜひ皆さんも一緒に最後まで楽しんでいただけたらと思いますが、ユウちゃんの放送は今日でね終わっちゃったからね。そうなんです。あでも私たちね、今それポロっと言ったけどまだ何も言ってないんですよ。あそうなんですね。そうですよ。ちょっと内緒ということね。じゃあ今今言おうよじゃあ。はいじゃどうぞ。はい私たちの放送は11月で終わってしまいますねと。はいあと残すところ3回え2回。 二、ね、回ですね。そう私来月一回だけど、最後は二人で話することになります。そうなんです。なので、皆さん最後のね、えっと、あと二回しっかり聞いて。はい。 楽しんでいただけたらなと思います、ね。ぜひ続けてっていうリクエストがあったらお待ちしてます。はい。<laughs> 待ってるだけで。はい、ということでじゃあちょっと皆さんもね褒める月間をしてみましょう。はい、私として、はい、ぜひねあのー、褒めて私もハッピーになろうっていうのをやってみます。ぜひ皆さんも一緒にやってみましょう。はい、そしてビタミン D をね作っていきましょう。来月もどうぞよろしくお願いいたします。はい。さようなら。バイバイ。